おはようございます安倍さん広島の久保でございます今回ですねリエさんからいただいた毎日の報告メールに返信をさせていただきます えー、久保さん、おはようございます。本日もよろしくお願いしますということで、まずはアベ f x があ表示されてますね。これ、時間はいつですかね ?8 時ぐらいですかね。ということで、ね、9月26日の何時の解説ということも入れていただくと助かります。私、いつもね、動画放送の中で、9月26日朝5時23分って言ってると思うんですよ。これ、時間も大切ですからね。で、えー、とデイリーがした、あ4時間足がしたあ、1時間足がしたと、すべてが下げ要因の中で、15分だけが下げの中、短期上げだったですよね。 で昨日なんですけども私も解説しました1日で見ると下げかと思いきやなんと107年の875まで上がって。 ここうう下下がががっっったたたととろでで組み上上上げてもう一個下がるのかなと思ったら上上がったでしょ私ねもみ合いになるかなと思ったんで平行線の中上にブレイクするのか下にブレイクするのかってかけてきましたけども結局は私売りに行くことにしたんですよねでどこで売りに行くかっていうと一旦上に上がって上がりきったところで売りに入るということなんで私今日のねこう上げってのはあのすごくねあの私の利益をね <laughs> どん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 あのー、含み益を 費やしてくれるなと言ってく楽しみに待っていたんですよで今日は上がりきったところで下がること下がった時を確認して、えー、後追いでね そのの売りの方についていいいてててくって戦略を立たたととう風な動画放送したと思いますけども私の予測はそうですね、これね、誰が正解とかなんとかじゃなくて、毎日毎日頭を鍛えていくと、どんな根拠でどういう風に考えているのかってことを記録に残すことが大事なんですよね、そういう意味では安倍さんは、あのうまくいかないなと思いながらも、この記録を残すのが、ね、成功者への第一歩です、これをやることによって、本当にね、アウトプットすることによって、もう10倍速ぐらいで頭鍛えられていくんですよ。 はいもちろんねこれだけではダメですよ他のこともやらないといけないですし多分暗記の方がまだまだなんじゃないかなと思います一、えー、時間足でアリゲーターも当日あり、えー、短い陰線の目立つ陰線が出ているねここから下げそうな雰囲気ということですよね、えー、そうですねここから下げそうですけどもおとその他のね力点を見ていかなくてはならないときに一時間足のもっともっと遡っていくと三十時間前とか五十時間前を逆ってみるとかそして四時間足をね見ていってあの新たな力点を探していくとかで、えー、デイリーの方はね大きい、えー、大きなあ力では 下の方に向かってますんで特に確認することはないと思いますけどね大きな流れ要するにトレンドの方向売りに戻ろうとしているのかなと私も感じますえー、予測なんですけども安倍さんの方はこの後大きな流れに戻り下へ向かう私もこれ概ねソロだと思うんですよでそのようにして私は待ち構えておりますでこのゾーンで揉み合いそうなんですよね一番の大きな流れに戻る前にゾーンもみ合いがしばらく続きますだからどこまで続くかわからないのでずっと見といて売りに入ったら売りに入ったらね サンバガラスとか出たら、そこで売りに入るみたいな。もしくは、包み足とか出たら売りに入るみたいなね、きっかけを探しています。このサンバガラスとか包み足っていうのが出たら、売りに向かうんですよって言えることが大事ですからね。で、三 N を書いて上に向かう。はい、N を書いて上に向かうことも考えられます。この時は私は諦めます。もうエントリーはなしです。要するに見ているだけって状態ですよね。ということで、私の予測だと、損失が全く生まれないんですよ。もちろん、ロスカットっていうのは必ずね、踏みますんで、えー、私のね、エントリーした時のロスカットにかかるようだったら、まあ、ロスカットっていう予測動 通りにななったなということで、やっぱりね、あの損失は防げるんですよね。で、YouTube の方なんですけども、アドバイスをもとに考えましたと。あまり考えすぎないで、まずはね、あのー、アップロードすることを習慣にしてください。これね、他の YouTube 員さんにも言っているのは、まずはドライブ動画ですよね。運転中の動画を1分でもいいんで上げておくこと。これはですね、乗車するときにセットをしておけば、あとは何最初は音声も何も入れなくていいですから。ただ単に、 あのアップロードすることを習慣にすするるっていう意味ででやるわけなんですよ、まあ、ここで再生数が稼げたりとかチャンネル登録者数が増えたりすることはありませんし、まあ、このねドライブ動画が車載動画が習慣になったらもう YouTube をやることが当たり前なんだっていうふうなねマインドセットができるんですよその上でその車載動画をどうしても継続したかったら車載動画をやりながら面白いこと喋るとかね街の状態をお話していくとか自分の思い出話を語るとかねそういうことに変えてみるといいと思います、はい、それではよろししくお願いします。